栄光不動産。絵も描いていいですか。どうぞ。右利きなんすね。普通じゃない。あ、そうです。逆円だったら分かるけど。ちょっと入るかな。使われないかな。字は得意なんですか。はい。お。あれの、これでも書道8段です。え？嘘です。思いっきりから壊れてます。クライアント。今おいくつでしたっけ。24です。あ、24。それは本当です。それは本当。それは。え、これはここに何か。お名前書いていただければ。はい。はい、僕の名前。サインです。サイン、サイン。はい。なんか剣道家の人ってなんか字書きますよね。字書いてます。私字。あります？なんか財務的なやつ。食みたいな。え？食べることが好きです。あ、全然それでいい。いやでもなんかちょっとなんかもうふざけてる感があるのでちゃんと。なんかもう普通に名前。あ、全然はい、それで。え、サインみたいな感じですよね。はい、お願いします。へえ。なんか、かわいいサイン。こんな。ボーグすごかったです。とか書いてある。あ、なんか今の気持ちを。お願いします。え、全部すごい。ボーグ袋もすごい。あれ、13,000円になりませんか、ね、そしたら他のお客さんが来て、なんだって。なんだかそれ。ボーグ。ボーグってこれです。あ、そうです。はい。いいです。本当うまい。すごかったです。なんかこんな。あ、そうですね。今防具って、はい、防具って言わないですよ。え、なんて言うんですか。道具。道具。剣道具ですね。いわゆる面コテ胴垂れのこと昔って防具って言ったじゃないですか。はい、今は剣道具って言うんですよ。それのこと面コテ胴垂れのことを剣道具って言うんですよ。ダメなんです。防具持ってこいじゃなくて剣道具持ってこいみたいな感じです。そうなんです。あの赤白つけてたじゃないですか。はい、タスキ。あ、タスキ、はい。あれ今なんていうか知ってます。え、タスキじゃないんですか。じゃないです。今目印って言います。なんかそうですよね。そうです。しっくりこない。そうなんです。そうなんです。そうなんですね。本当字上手でも。あ、めっちゃニコちゃん対応してますね。だったらもうニコちゃんもありかもしれないですね。あれね、いや、私防具はあんまりなんか可愛らしいのに渋いの。あ、かっこいいじゃないですか。ありがとうございました。ありがとうございます。引き出しとかにでも入れといていつか出してくれる。いや、とんでもないです。もうすぐ飾らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかすいません、恥ずかしい。